ヤンネルダ・ヤンネルガなどの文学手法を用いて描写した。短編や旅行記の手法は、後に世界的に活躍したカレル・チャペックらにも影響を与えた。ヤンネルダは、プラハのマラ・アストラナと呼ばれる地区に、食料品屋の子として生まれた。哲学と文献学を学んだ後、1860年まで教師として働き、また、フリーのジャーナリスト、作家でもあった。結婚はしなかったが、作家であるカロリナ・スヴェトラと非常に親しい関係にあった。19世紀は、チェコの民族運動が育っていった時代であるが、ネルダも、その誕生に貢献した。常に、同時代の文化、政治的な議論の中心にあり、批評家としての名声を得た。ネルダの代表作は、プラハ、特にマラーストラナの市民と生活を描いた、パヴィットッキー・マラストラックである。これは2003年に、武田裕子によって日本語にも訳された。ネルダが1891年に死去すると、同書にも登場するオストルーホーバ通りは、ネルドバ通りと名付けられた。チリのノーベル文学賞作家のパブロ・ネルーダの筆名の由来ともなった。ありがとうございます。